洗濯情報をお伝えします。こちらは千葉幕張の様子なんですが、青空広がり気持ちのいい朝となっています。今日は全国的に梅雨の晴れ間となり、朝から晴れるところが多くなっています。日差しもバッチリです。お洗濯もね、外に安心して干せる一日となるところが多くなりそうです。ではこの後の天気の流れ見ていきましょう。午前中は北海道の東北エリアや秋田県周辺、雨の降ることがあります。ただ長く続く雨ではありません。そして日中にかけてはよく晴れるところが多くなりそうです。今日は天気急変の心配も少なく、安心して外干しできそうです。夕方頃になると九州南部では雨が降る可能性がありますので、こちらは空の変化注意が必要となりそうです。南西諸島方面では引き続き梅雨前線の影響を受ける一日となります。では今日のお洗濯情報、アイコンで見ていきましょう。今日は速乾アイコンずらっと並んでいます。北海道から九州にかけては OK または速乾アイコン、日中にかけては気温もぐんぐんと上がっていきますので、この週末は大物お布団干しにもぴったりなお天気となります。那覇のみ今日は NG アイコン、今日もお部屋干しが安心と言えそうです。この先また曇りや雨の日も週明け以降やってきますので、ぜひ今日の日差しを有効に活用してみてください。今日のお天気やお洗濯に関する情報はウェザーニュースのアプリからもご覧いただけます。